ひょっこり出てきました。今日天気がいいですね。伺えずにすいません。稽古なものでですね、今日は神社からお届けいたします。いやいや、この後稽古場行くんだけどね。いやー、本当にさ、今日あったかいんだよ。なんか神社、こうやって木々があるからさ、すごく涼しくて、ああ、いいなーと思っちゃって、いいんじゃない？神社で稽古していいんじゃない？なんて思っちゃいます。まだ止めてなかった外国の人ほんと増えたよね。まあ円安の影響もあるんでしょうけど、この円安なんとかならんかね。もう日々あちこちがどんどん値上がりしていくもんな。劇場費もトラック運送代とかも全部こういうのが値上がりしちゃうから、本当にね、円安そろそろさ止まってほしいですよね。外国の人のこのエピソードでしょ、長いよありますよ、ありますよ。この後お届けいたします。嘘でしょ、もう金曜日、道よしきです。今日も、1時間よろしくお願いいたします。50分だよ実際50分だよ。なんだろうね、これでもう終わっちゃうかと思ったね前半がね。はい、甲賀忍でございます。末永ゆりえです。はい、はい、5月17日金曜日、嘘でしょもう金曜日の時間です。さようでございますね。はい、この番組はですね、俳優の役者のですね幅を広げるためにいろんなことにチャレンジしていくバラエティ番組でございますね。はい、ゆりえちゃんすごいな、モニターで俺のデコがめちゃテカってるわね、ほらこれすごくないこれふーってこんなテカってたっけ俺。そうどうでしょうねはい、いちいちゃんがですね、はいはい、舞台稽古ということで、うん、今日はお休みなんですけどもね、はい、なんともう一本動画を送ってくださったんでね、くださったって敬語になっちゃったくださった急にちょっとまた、うん、後でちょっと紹介しますけどもね、はい、そんな感じで今月の末にね、みちいちゃん、はい、舞台やりますんでね、うん、私ちなみに行きますんで、ゆりちゃんもね、まあ、時間があったらね、あ行きたいね、行きましょうよ、うん、さあではですね、ちょっと話変わるんですけどね、はい、私ですね、ういつもなんかこれ不思議に思うことがあるんですがね、甲賀忍の不思議シリーズですか。不思議シリーズあるんですけどもね、はい、うんうんうん、通り過ぎる女性がですね、はい、8割笑ってるんですよどういうこと。いや、その笑い方がね、はい、またなんかこうなんかこうみたいな、なんかねみたいな笑い方だったらまたいいよみたいな感じなのよ。いや別にみたいな声は出してないんだけど、はい、みんななんかこんな感じなのよねこらえてる感じ、こらえてる感じなのよ、うん、微笑ではないっていう。確かに私もね、まあ、そんな自意識過剰ではございませんのでね、はい、なんかまあほ微笑まれてるなとは思いませんけども、うん、なんかこう自分でなんかこうなんか音楽とかなんか寄せとか聞いててさ、はい、笑ってるのかなと思ってたの最初ね。寄せなんでそのチューズ出てきたんだろう。わかんないけど、うん、それかなんかちょっと面白いなんかこう、でも画面見てないのよ。ああ。だからでも。うん、なんかその寄せしかないじゃん、そしたら別に寄せ以外あると思うんだよな。それかなんか面白かったこと、まあ、思い出し笑いかな。でも8割だぜ、どういうことかな。そんなに思い出してるのみんな。だからちょっとね、うん、一つのちょっと疑惑が、結論なんか疑惑が、はい、まあ、疑惑があるんですけどどっち俺が笑われてんのかなと思って。なんか変な歩き方とかしてます？わかんないけど、なんか俺普段おかしいことある、うん、なんか歩いててさ、はい、なんか変な動きしてる俺。変な、極端に遅いとかはありますけど。でもさ、遅いからってさ、みんなこんな顔する？は別にそこまでじゃないよね。でしょ、うん、なんでしょうね。なんかね、おならしてるわけでもないしさ。なんでしょう、なんか、いやちょっとなんか何なんですかでもさ、めちゃくちゃなんか怒ってるとかじゃなくさ、うん、笑ってるんだったらいいよね別に。間違えてね、100歩間違えてね、100歩譲ってね、うん、ちょっと男性の皆さんなんか逆にありません？なんかそういう、俺だけ？だからね、俺の撫で方なのかなとか、ついにそこまで見ないしね、それ違う、腹が出てたのかなとか、
いろいろちょっとね、なんかそういう皆さんエピソードありましたらね、ちょっと自分だけなんじゃないかみたいなことってことでしょ、うん、そうそうそう、なんかちょっと個別に教えてくださいよね、個別にまあまあ今でもいいですけどね、うん、不思議なことね。ゆりえちゃんは逆にない？なんかさ、はい、すれ違うさ、はあ、まあまあすれ違う男性じゃなくていいや、道歩きながらさ、うん、思い出し笑いとかってある？あ、私自身が、うんうん、めちゃくちゃあるよ。あるの？あるある、ある。そんな感じ？って歩きながらってなるの？ちゃんと笑ってる私は。ちょっとやってみて。いやいや、わかんないよ。わかんない。いや、こういう。わかんないな。こういうね、あ、ちょっとアップになる？ゆりちゃんアップできる？今日はね、アップカメラの調整。あ、してないのか。してないので。あ、そう。なんかね、今のこのなんかさ、違うのよ。今のなんかこうゆりちゃんのなんかさ、うん、っていうのは、うん、なんか温かい微笑みじゃない、うん、今のね、ちょっとやってごらん、やってごらん、ちょっとほら思い出し笑いした時に歩きながら、思い出し笑い、うん、何をなんか思い出してみて、思い出し笑い、うん、ああ面白かったなみたいな感じです。今のなんかね、今の感じだとね、うん、いいのよ別に。あ、そう、うん、なんかむしろあれ、うん、この人俺のこと好きなのかなってなんか思うような感じじゃない今のね。いや何それ、ね、怖い話だね。でも違うのよ。どういうこと？なんかね、明らかにね、お笑い芸人を見てる笑い方なの。なんか爆笑じゃん。爆笑っていうかなんかこんな感じなのよね。何、そんなことあります？誰かと間違えてんのかな、うん、俺のこと。いや、違う。確かに、なんでしょうね、似てる芸人さん結構いるんだよ俺。あ、そうですか。うん、ちょっと興味なくなってんのやめてよ。いや、結構しょうもない話だなって思ってね。引っ張りすぎた。いや、そうそうそう。まあまあ、別にっていうね、感じもある。ということがあってね。うんうんうん。不愉快だったなって話です。不愉快って、不愉快ってなんだよ。はい、いいじゃんね。いやいや、うん、まあね。ということで、じゃあちょっとみちーちゃんのね、はい、動画届いてますんで、せっかくだからね。ああ、先々週だっけ、いつだっけ、みちーちゃん送ってくれたのにさ、全然紹介してなかったもんね。ゲストさんいらっしゃってた回でね、うん、うん、3つ4つぐらいね、ちょっとやることいっぱいあってね、3つ4つ送ってくれてたけどね、みちーどころじゃないっていう感じだったんだよ ね、 もうね、もういないことすら触れてなかったもんね。そうかわいそうにね。律儀にあいついつも動画送ってくれるんです。だからちょっと見てやってください、うん、どうぞ。つまんない動画です。こらこらこら、そっちじゃない、そっちじゃない、こっちだよ、こっちだよ。なんでピーポくんのとこ行くんだよ。困ったもんだよ。こんにちは、ピーポです。ね、昔ね、中学だったかな、高校だったかな、なんか普段行かない渋谷に行ってね、普段行かないゲームセンターの中なんかちょっと入っちゃったわけですわ。そしたらね、このガタイのいいですね、その黒人の方3人グループみたいな方がいてね。でね、ちょっと軽くぶつかっちゃったんですよ。あ、電車通過してます。電車通過してガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトン。最近このね、京王線もですね、話題変わってるじゃないですか、高架線になる予定でございまして、でこのここの目線の線路もですね、あと数年したらもうなくなっちゃうわけですけど、ね、ガチャンってぶつかっちゃってね、そんな激しくぶつかったわけじゃないですよ。ガツンってぶつかって、あ、しまったとか思いつつもね、そんな激しくぶつかったわけじゃないので、さーって行ったんですけど、うん、そしたらね、そのうちの一人がね、追っかけてきたんですよ。だって、うん、怖くなっちゃって、でわーって思ったんですけど、うん、その人がバーって、俺の前にスッと入ってきて、うん、グッと俺のこと掴んで、うん、ごめんねごめんねみたいなこと言ってきたの、うん、怖っ、礼儀正しいって怖っと思いました。あ、ぶつかった後にうう、うんうん、ぶつかった後に謝ろうとして、うん、ものすごい勢いで黒人の人が追いかけてきたっていうね。あ、怖いな。途中なんかあんま入ってこなくなって、なんかそうだ、ね、後ろの神社ずっとぼーっと見てたわ。なんか、あれだね、今のツイッターテーマの話をしてくれたんだね、うん、そういうことですな、ね、そういうことでしょうな。ということでね、うんうん、ツイッターテーマね、募集してました。はい、ね、そうでしたね。何でしたっけテーマは。あなたがお決めになってたはずです。外国人、今ねほら、うん、インバウンドでものすごく外国の方増えたじゃない、はい、だからその外国人とのなんかエピソード、うんね、何かありましたらね、まあ、なくても送っていただきたいんですけども、こちらの方にねちょっと送ってください。うん、アットマークアズパン FM ですね、うんうん、うんうんうん、はい、なんかゆりちゃんはちなみになんかありますか。私ですか、うん、なんかその外国人とのね。あ、でもなんか割と
その小さい頃ハワイにずっといたのもそうだし、聞きました皆さん、いやいやそういう意味で、あらまたほらレベチな話が出てきましたよこれ。だから、あの幼い時から、うん、物心つく前から基本的に周りに、うん、日本の人っていうよりは、うん、その今だと外国の方、うんうんうん、が常に周りにいたから、うん、あんまり、うん、あ外国の方だみたいな、まあ、印象はない。でもハワイにいたんだったらあなたが外国の人だけどねもはやねそう向こうからしたらねどっちかっていうと、だから、うん、ここで言うその外国の人とのエピソードって言われると、うん、特にそういうあの なんて言えばいいんですか、外国の方っていう印象がないというか、うん、あんま変わらないっていうなんて言ったらいいんですか。ちょ大丈夫、話せば話すほどなんかボロが出てるけど、なんて言ったらいいんですか。ちょっと言葉難しい、わかんない何が言いたいのか。いやだから、うん、ここで言う、うん、外国の人とのエピソードはっていう意味合いのことじゃなく、うんうんうん、まあいいんだよ別に、あのなんて言うんですか、まあ、ハワイでのなんかエピソードない、外国のあのちょっと日本人以外の方とのハワイでの、まあそれこそじゃああの私フランスにずっとこの間いたのでフランスの話だとすると、あの基本的に自己主張がみんな強いから、うん、電車に乗ってても街歩いてても、うん、あ友達なのかなって思うじゃん、旗から見てて友達かなって思ったら、うん、いやいやだからお前そこ直せよみたいな、それ良くないんだよ、あそのなんか隣同士でなんかそうやって話してるわけね、めっちゃ話してるから知り合いかと思うじゃん、うんうんうん、でも普通に、うん、いやそうだからじゃあみたいなこう帰っていって、うんうんうん、あ全然赤の他人で、よく会話聞いてみると、うん、いやそのあのな何姿勢はないとか、なんか今さっきぶつかって痛かったんだけどとか文句で、いやでも僕はこう思ってるから間違ってないと思うんだみたいな、その喧嘩の言い合いが結構ずっと続いてるから、へー、傍から見てると友達同士で話してるように見えるんだけど、だんだんこう見慣れてくると、あ全然赤の他人だけど今なんか揉めてるんだなとか分かるぐらい、でもさ結構そこは違うかもなって思いましたね。外国人ってすごいよね、うん、あのすごいと思うことが2つある今の話を聞いててね。一つは、うん、もう他人とかなんか本当に、うん、多分あのワールドなんだ、人類みんな兄弟なんだろうねきっとね、うんうんうん、もう知らない人だろうがなんだろうが言いたいことは、うん、そうやってさもう、うん、なんだろう壁を作んないよねとにかくね。あだからこそ言えるわけでしょ、そうやって言いたいことをさ。壁どうだろう、壁はあるんだけど、うん、だってあの思ったことは主張するみたいな感じかな。まあでもなんかこうそれをさ なんだろう、普通って言ったら日本人だけなのかな、なんかちょっと躊躇しちゃうじゃない、うん、なんか他人だからさ、うんうん、でも他人だろうがなんだろうが、うん、そのいけるっていうなんかそのマインドがさ、うん、なんだろう、だからもうすごくよく言えばなんか人類みんな兄弟みたいな、なんかね、うん、あの、うんうんうん、分け隔てなくなんかポーンといける感じのところがね、うん、俺はちょっとすごいなと思うのよ、うん、もう一個すごいなと思うのがさ、はい、本当に謝んないよね。そう、今の話を聞いててもそうじゃない。あれさすごくない、外国の人の言い訳って。言い訳、いやもうね確かにあのほら弁護士とかあのなんかこうなんだろう、すぐ訴えられるやんか、なんか向こうって事件というかなんかあの、うん、問題が起こると、うん、訴訟的な、ね、訴訟大国じゃない、うん、だから謝ったら負けなんだって。あそうだね、うんうん、いやとはいえよとはいえさ、うん、あのもうほんと笑い話なんだけどさ、例えば寝坊したりするじゃん、うん、普通日本人だったらあすいませんあのちょっと寝坊しましたとか、うん、謝るじゃんかとりあえずは、うん、外国の人すごいんだよね、うん、いやあのまず謝んないんだ、謝んない遅れてくるじゃない、うん、で、いきなり、いや目覚ましがさならなかったんだよっていうわけ。はあはあ、いやいやまずいやいや謝んなさいよってなるじゃない。いやいやいや僕が悪いんじゃないんだ、目覚ましがならなかったんだよ、この目覚まし会社訴えてくれみたいなね面白いね。だからいやもうすごいっていうか、うん、
気食ってるよね、ほんとね。私嫌いじゃないけどね。いや俺は大嫌いだ。本当。一回とりあえず I'm sorry って言ってくれよっていうね。あ、まあ日本、まあ、そういう感覚もわかりますけどね。ね。まあでもね、ちょっと私もね、あの外国の方とのね、うん、エピソード、うんうん、あるんですよ。お、しかも最近なんですよ。お、私あのワンピースってわかります？あのアニメのワンピース、うんうんうん、あれがなんかユニクロとねコラボして、今はもうね、はい、あんまりないですけどね、T シャツを出してたんですよ。あ、でその T シャツね、着てたんですよ。で近所ね、うん、歩いてましたらね、はい、外国の方がね、うん、おーナイス T シャツって言って、めちゃくちゃ俺のこと褒めてくれるんですよ。おう、Thank you って言って俺も取り過ぎたんだけど、うんうん、ああいうそういうのいいよね。だからちょっとさ、文句も言うこともあるだろうけど、うん、褒める時も、あ、もちろん思ったら外国の人ってストレートにさ、そう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 、他人だろうが褒めてくれんの。全然悪いところじゃなくて、そう、あのいいこといっぱいね、うん、すごい言ってくれるからね。でもね、ああいうところちょっとね、俺もね、学ばなきゃなと思った。そうだね。なんか日本人、うん、すごく奥ゆかして、奥ゆかしくて、うんうんうん、素敵なんだけど、うん、シャイすぎるじゃん、なんか。そうだね、シャイというかね、なんかちょっとそのもっとオープンにね行けたらいいななんて思った今日この頃でございましたけどね。そうですか。え、ツイッターはいっぱい来てますが、はい、こんな感じで一旦ね、ちょっとCM 行きたいと思いますんでね、うんうん、はい、皆様も何かありましたらぜひ、うん、そして後でまた読まさせていただきます。それでは嘘でしょ、もう金曜日、はい、行ってみよう。もう行ってますけどね。この番組は梨畑より心を込めて遠山園、千葉に来たらハピソンでしょうの及川さん、地域のコンビニが一番田中さん、人事評価など会社の仕組み作りをサポートする橋岡社会保険労務士事務所、皆さんの航空衛生をサポートする良きパートナー天皇台駅前歯科、一生懸命な人たちの応援団東京ジャッカロープ、環境と人に優しい設計株式会社 PAC、日本の酪農家に高品質な牧草を、大成トレーディング、あなたの生活に美味しいコーヒーを、つもまるカフェの提供でお送りいたします。農林水産大臣賞受賞、すごい、梨好き好き、もぎたて好き、そりゃそうでしょう、うちで食べられるよ。本当に、もう真ん中の人誰、この人がオーナーの小泉さん、イケメン、8月1日リニューアルオープン、オースリーゴールド20世紀甘響き香水シューレース、せーの、梨畑より心を込めて遠山園。非日常的な空間で非日常を存分に楽しみませんか。ここハピソンでは大きな空、綺麗な空気、おいしい水、大自然を満喫できますよ。及川さん、及川さん、及川さん。ではお便り紹介させていただきます。こんにちは、のりさんからいただきました。のりさんどうも、こんにちは。さてさて、僕のお気に入り役者さんたちから連日新たな出演舞台情報が来まして、スケジュールがえらいことになりそうです。あらあら、特に7月はほぼ毎週週末東京出張になりそうです。あ、のりさん東京の人じゃないんだ。頭は甲賀忍出演舞台、ちなみにチケットは5月22日19時よりカンフェティにて発売開始予定ですと。ありがとうございます。お優しいわね、のりさんね、初めて会ったんですよね。ね、広島にね、俺はね、ゆりちゃん会ったことあるもんね。私は一度ね、写真展で、うん、ナイスガイでしたよ、はい、そして、引き続き広島の時に、うんうん、のりさんからですね。のりさんね、はい、広島の時に忍くんに渡した駅名表型嘘金、うん、はいはい、うん、30センチ物差しみたいになっていまいちだったので作り直しました、うん、あら、ご覧ください。あ、かわいい、
いいじゃないこれ、かわいい、ありがとうございます。え、めっちゃいいじゃないですか、これさ、ロゴでいいよね。これロゴにするもん。え、ロゴにしようよ。今までのロゴも捨てちゃうじゃんだってなんか、よくよくわかんないの、ね、よくわかんない、よしき見てたらまたよくわかんない言うなえ、でもこれよく、私好きですよ、すごく。みちーちゃんにこれを連想して何か新しいオープニング動画作ってもらおうか。なんかこういう、あー、電車のね、これが最後に出るとして、うんうんうん。あ、でもなんか途中までのやつ結構電車のあれ出てくるよね。 あれはね、うん、ちなみに銚子電鉄からの景色なんですよ。そうでしょ、そう、アジサイのね、あれは使えるね。そうだね、あれとね、最後これね、え、これいいですね、いいですね、うんうん、ありがとう、のりさん、ありがとうございます、嬉しい、はい、うん、まだあります。はい、そして、うん、これをロゴ&ステッカー&ポスターにしようぜってのりさんから引き続きいただきまして。どれよ、おい、あ、すごい、おららステッカーとかもいいね、おらららららら、え、すごい、ありがとう、のりさん。これのりさん2枚ある意味はあるの、これ写真が。これ1枚だと多分入らないからじゃない、みんな隠れてるからさ。それ のりさんこれ1枚にしてさ、字をちょっとちっちゃくしたらどう、これ小さすぎるでしょ、そしたら。そう、どこに、もうぐちゃぐちゃになっちゃう、電車を止めるな、絶対に諦めない、嘘でしょ、もう金曜日みたいな。なんか電車を止めるなを消さないように、そうだよ、あのあれか、片っぽでやってくれてるんですよ、そういうことですよね。 ありがとうございます、ありがとうございます。もういいですね、ねえ、そしてそして、うん、すごいですね、何十枚来てるんですか。何十枚でしょうかいや、ほん、俺心どこに置いてきた実家か今すぐ取ってこいよ、本当に実家だったらね、いいね、うん、実家でもねえのか、うん、どっか置き忘れた、どこなんだろう、コインロッカーだな、ちょっと探しますね、本当に。コインロッカーか、コインロッカーといえばね、何なの何それ何なの、ちょっとさ、道行かしてるよ、ちょっとその話題の生き方、なんだい、聞きたい何コインロッカーの話聞きたい。いやいや、そこまで行ったら話せよ、何、あのさ、うん、この前ほら、あの広島行ったじゃん、はい、はいはいはい、あのね、橋岡さんのね、その5月3日ですよ、イベントでね、5月3日のね、はい、ありがとうございました、重ねてイベントで行ってね、うん、その時にさ、私ね、はい、あの、ああそこ行ったじゃない、ほら、宮島。なんか歯切れ悪いな話すって言った割にはなーにせっかくだからほら、宮島にさ、はいはいはい、行こうって話をしてたんだけどさ、うんうんうん、あなたが体調不良でさそういうこと別に言わなくていいんですよ。そう、全然ね、うん、時間に間に合わない、間に合わないから、私ね、はい、ちょっと午前中早起きしてね、うん、宮島に一人で行ったんですけどね、はい、その時に、あ、私も行きましたけどね、うん、あ、後からね、はい、後から その時にさ、うん、荷物俺結構いっぱいあったのよ、はい、だから、ま、あのコインロッカーにね預けたかったのよ。でコインロッカーをね探したんですよ。まあ、ないんですよ、はい、まあ、でも広島駅だったら大きいから、まあ確かにコインロッカーは、まあ、結構でもね、あ、数はあったんですが、うん、インバウンドですわ、うん、外国の方とか、まあとにかくね、日本の方も旅行の方が多くて、うん、まあ考えること一緒ですね、みんな使うわけですよ、うん、めちゃくちゃ探したの、何往復とかして、ゴールデンウィーク中、そう、ね、そう、うん、そしたらよ、うん、1個だけ奇跡的に開いてたんですよ、うん、いい、これね持ってると思ってバーッと行って、そしたらもうその後もうすごい俺の後にもう並ぶんですよ。いやいや、もうないのによ、1個しかなくて俺がもう使うのに並んでんのよ。あれどういう気持ちなんだろうね俺、あれだって俺が使うんだよ、待ってるのかな、他になんか開くのを待ってるんだろうね。あ、まあちょっと見たいんだろう ね、うん、ま、とにかくね、もうさせるかと思いながらね、これもう400円高いんですけどね、結構ね、とりあえずね小銭開けてね、入れたんですけどね、100円足んないんですよ300円だけあったんですよ。ありますよね、そういう時で残りの100円だけがなくて、うん、そんなことある？たまにありますよね。10円とか50円めっちゃ入ってんのよ100円が3枚しかないのよ。似合って笑いやがったんですよいやいや似合ってそう、本当かな、本当にそう見えたんじゃなくて、マジでちょっとね5分間ぐらい俺そこにいたもんね、なんか腹立ったから
泣く泣くね、明け渡しましたよ。両替機ってないんだっけ。ないのよ。ないんだ。いやもうあん時のね、分かる俺の気持ち。いや分かるよ。一個だけ空いてた時に、あ、俺得があると思って100円が足りなくて入らなかった時に、うん、得がないと思って。得がない。なんだろうね、この上げてなんか落とされたみたいな、上げて落とされた感じのね、うん、そんな感じでね、うん、重い荷物を持ちながらね宮島に行ってやりましたけどね。というね、淡い思い出が、淡くないわ、渋い思い出だわ。まさに今日私来る前に、うん、あのどうしてもガチャガチャを通り過ぎれなくて、おガチャガチャをやりたいって思って。お、あ、ガチャガチャ好きなんだ。え、好きだよ、うん、なんかポーチとか、うん、あのポーチ、ポーチ、ポーチがあったのガチャガチャ。 え、ありますよ。 こんなちっちゃいポーチじゃん。だってえ、でも可愛いんですよ。でも何入れんのよ。そんな小さくないのよ。だってガチャガチャでしょ。ガチャガチャだけどそんな小さくない。でかくてもこれだべ。あとでまだ開けてないんだけどね。うそう、あの結構リップクリームとか、う結構入るよ。入るの。入る入る、全然入る。500円ぐらいするの、そのガチャガチャ。あ、するんだけど、500円だったり600円700円結構いくらでもありますよね。で、うん、私が今日やるのはまさに400円だったの、うん、はいはい、嫌な予感がしますね。で、うん、おーやったやるぜみたいな、うん、あ、電車、あ、でも間に合うかなって言って、うん、1、あ、2、3、100円ないみたいな。一緒やないかい。でも全く同じことがありましたんで、お互い得が足んないな。でもあの私は両替機が目の前にありましたから、うん、はい、それで100円玉10枚でね無事回しましたので。しかもガチャガチャはさ、うん、いっぱいあるしさ、うん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 、ね、だって別にあのどっかでコンビニ的崩してから行ってもあるだろうしさ。まあね、それでガチャガチャ全部なくなってたらちょっと目を離した時に中が出たら面白いよ。やばいね。俺のコインロッカーに比べたらもうね可愛いもんですよ。でも話がめちゃくちゃそれてんのね。それで、あ、そうでしたっけ、はい、話を戻そう。はい、で、うん、のりさんから引き続き、外国人とのエピソードね、うん、あるよ。とある駅の近くで2人の若い男性の外国人がいて、うん、パンフレットみたいなものを持って道に迷ってるような雰囲気、はい、案の定声をかけられて話を聞いたら、うん、宗教の勧誘をしている人だった。ただ外国人なだけにうさんくささがなく礼儀正しかったので嫌な気はしなかった。あ、結局だから勧誘されたってこと。面白いね、そういうこともあるんだ。確かに外国の人になんか宗教の話されると、ちょっとなんか聞いちゃうね。なんかさ、しかも片言でしょ、うん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 、あなたは神を信じますかってくるわけでしょ。そんな、うん、ちょっと、あ、そうね、で、たまみさんからいただきました。たまちゃん、ありがとうございます。はいはい、外国人とのエピソード、うん、この前、うん、タイ人の友人と6年ぶりに上野で再会しました。タイ人、彼は日本びいきで数年ごとに家族で日本に来て観光します、はい、彼が日本びいきになったきっかけは、うん、やはり日本のアニメ作品を見たからでした。アニメすごいと。いや、すごいのよ、うん、俺もさっきねワンピースのシャツでなんか話しかけられたし、うん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 、日本のアニメすげーわ。確かにね、海外で人気だもんね。アニメ作りたいよね。あ、作る。おー、あ、作る。え、え、どうしたどうした。いや、作りたいよねって言ったら作るって言うから、あ、違う違う、作る、作るって言ったの。お互いにどうぞどうぞみたいな。いや、俺はもうね、うん、作りますよ。ほう、もうなぜならもうね、もうちょっとしたらできるって、 AI で。ああ。あの、本当にできる、絶対これ簡単にできるようになってくる、なってくる。金かかんないね。もうね、今ね、うん、そうですよね。そしてニョチニョチオさんからいただきました。ニョチさん、ありがとうございます。いいですね、外国人とのエピソード、うん、外国の人に道を聞かれたんですが、うん、英語があまり喋れず、うん、なんとか頑張って喋ろうとはしましたが、うんうん、呆れてしまったのか、うん、その外国の人は何も言わず去っていきました。なんか言えよ。なんかもう Thank you でいいじゃん、そこはさ。 Thank you でね、うん、そうね、まあそうだね、まあ、道ね、道わからないもんね。確かに難しいよ。でも なんとなくね、あの、ね、Over there, go straight and right みたいなね、 Left とか、なんかなんとなくさ単語でなんとなくさ、うん、すごいね、めちゃくちゃいっぱい来てるね。そうですね、うんうん、まだ来てる、うん、あ、にょちにょちおさんから引き続き、にょちさん、もしかしてさっきの道歩いてたら、うん、笑ってきた女性って、うん、それよ、コインロッカーの現場にいた人じゃないですか。ちゃうわい、広島の話やい。笑われたのは日常茶飯事じゃい俺。
東京じゃいい。そして橋岡さんからいただきました。橋岡さん、ありがとうございます。5月3日、甲賀さん、末永さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。先週見れなかったのでびっくり、うん、はい、横断幕飾っていただいて嬉しいです。いや、こちらこそで、これ橋岡さんが作ってくれたんです。そうなんです。言いました。言いましたね、はい、ありがとうございます。今日のテーマでなく申し訳ないですが、うん、のりさんはじめウソキンファンの皆様、うん、応援していただきありがとうございます。スタッフの皆様ありがとうございました。ありがとうございます。今日ゆっくりアーカイブで見ました。あ、もうアーカイブになってるのか。あら、早いですね。私も見てみよう。ぜひ皆様もね、うん、ご覧ください。スタッフといえばね、新しいスタッフが入りましたからね。あ、うんうん、ね、ひろたくです。ひろたく、ひろたくたくやくね、うん、ひろたく、よろしくお願いします。ありがとうね。いい顔してるね。爽やか爽やか爽やか、本当ね。はい、そしてカズさんからいただきました。おー、カズさんどうもです。ありがとうございます。はいはい。電車を止めるなと叫んでるウソキンですが、うん、柏飯弁当で有名な九州のカラスの中央圏さんでシューマイを焼く機械が故障中、うん、シューマイを止めるなと手作業でシューマイを売っているそうです。めちゃくちゃ大変やね、それ。この3日間で2500個のシューマイを社員さんが作ったとのことです。頑張れ中央圏。おー、どうしちゃったんだろうね、これ急に。まだ治ってないってことですか、これ。しかも中央圏さんの、うん、ツイートポスト、うん、が何、シューマイを止めるなって書いてありますね。なるほど。でもまあどうせあれでしょ、カメラを止めるなの方の言っちゃった、ね、言っちゃった。どうせ中央圏さん、そうでしょ。でも大変ですね、手作業でって ね機械、それは大変だわ。機械はやっぱりね、そういうことがあるからね、はい、うんうん、だからやっぱり私はね、アナログ派なんですよ。私もアナログ、ね、になっちゃいますね。デジタルは怖い、なんかがあった時にさ。まあそうですね。ということでね、はい、さっき AI というね、ちょっと単語が出てきましたけどもね、奇跡的にね。はいはい。本当はですね、うん、今回ね、はい、AI に全部構成台本を書いてもらったらどうなるのかっていうね、このラジオのね、このラジオのウソキンの試したんですけどね、うん、はい、もう なんかいい感じで書いてはくれたんだよね。すごい台本作ってくださいね。俳優のね、俳優による俳優のためみたいな台本がね、バーッと出てきてね、うんうんうん、一番最初にね、うん、もうトガキからね、オープニング、元気な感じで、うんうん、エネルギッシュに盛り上げるみたいなこと書いてあるわけですよ、うんうん、いや前までね、それやりすぎてゆりえちゃんからも怒られたりお客さんからもね、なんかうるせえとか言われたから音量の問題ですよ。音量を出さずに盛り上げるって難しいよね。別にできますよ。無声じゃね、いや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 、みたいな感じでさ、伝わるかいこれっていう感じでね、盛り上がって、はいはい、うん、で役者紹介した後に、うん、なんか役者のなんかこう演技、なんかコメディ演技をやったりとかね、うん、クラシック演劇をやったりとかね、うん、サスペンス演劇をやったりとかってなんか3本ぐらい種類があって、そうです、ね、でなんかこう俳優のゲストを呼んでゲストトーク、うん、なんかこのその役者とはみたいな話をなんかして盛り上げるみたいなね、うん、で最後エンディングって書いてあったんだけどもね、うん、まあ別にこれは難しいなと思ってね。それ実際なんかさ、まあ、バランスですよね。3本もやってたらね、皆さんも飽きるだろうってことでね。そうね。そうだからもう、うん、その台本の中で、うん、まあそのちょっと構成台本の中で一個だけね、うん、なんかこのちょっとラジオドラマみたいのだけ、うん、そこだけ我ら抜粋してやってみようと、うん、そうですね。そうで、うん、AI にいろいろキーワードを言って作ってもらったんですけど、うん、それで、まあ、出来上がったね、はい、本がね、うん、まあ、なかなかしびれる台本だったんでね、うんうんうん、結局のところ私が書き直しましてAI 関係ないっていう、AI を元に、 AI 元に原案ですね、うん、原案ね、脚本を私が書いたのをですね、うん、ちょっと入江ちゃんとですね、うん、やってみたいと思いますんで、はい、たまにはね、俳優らしいところ見せないとね、でもこの台本、うん、今さっき見たんですけどね、うんうんうん、読み合わせとかしてないんで、まあ、ちょっとどうなるかって感じですが、ちょっとやっていきましょうか。どうなの？はい、昨日から送ってるよ俺。いや、あなた何回も
ごめんこれこれみたいな ねやっと決定校がさっきね。いやイレちゃん、なんですか、また書いてみなさい。ほんとね、演出家脚本家の気持ちほんとわかるから俺もねやったことあんのよ、うん、もうね読めば読むほどね、あこれ違う、あこここうしようって出てくんの。そういうもんですよね。そうだからね、ちょっとやこれをご覧の役者の皆さん、演出家とか脚本家がね書き直して文句言わないでくださいね。ほんとね大変なんですから。はい、ということでね、はい、じゃちょっとあのラジオドラマ風にですね、うん、ちょっとあの絵を、雰囲気のあるあの今回のこの、ちょっとあの、うん、場所、あこんな感じですね、こう夜の公演がテーマでございますんで、うん、これを見ながら皆様声だけ、耳を傾けてお聞きください、うん、タイトル、幽霊の守り人。ここは公演？あそうか、私ここで死んだのね。こんばんは。びっくりした。あこれは失礼しました。こんな真夜中にお一人でどうされたんですか？私の顔に何かついてます？あもしかしてこの格好ですか？確かに私の方が怪しいですよね。タキシードにシルクハットですから、おまけにステッキまで持ってますよ。あの見えるんですか？はい、私のこと見えるんですか？はっきりと。どういうこと？なんで見えるの？私この公園で襲われて、それで殺されたはずなのに。もしかしたらあなたはそのショックから逃げるために自分を死んだものだと思い込んでいたのかもしれませんね。思い込んでた？嘘、そんなはず。でも実際に私はこうして話ができていますから。確かにそうよね。なんだか本当に死んだと思ってたから生き返ったような変な気持ち。よかったじゃないですか。これからは生まれ変わった気持ちで素敵な人生を歩んでください。私にそんな人生は歩めるでしょうか？私の知り合いにも事故で、死ぬ思いをした人がいますが、奇跡的に命が助かりました。それからものすごくエネルギッシュな人間になりましたよ。死を味わった人は生きる喜びを感じられるようになる。生きる喜びですか？はい。私も感じられるようになりますか？きっと大丈夫ですよ。いや、絶対タイニーです。なんだかあなたの言葉は心に響きます。なんでだろう、不思議。実は私マジシャンなんですが、催眠術も得意なので、もしかしたらあなたはかかってしまったのかもしれませんね。そうなんですか？実は私催眠術かかりやすいんです。私以外にも意外といっぱいいますからね、気をつけてください。はい、気をつけます。私頑張ってみようかな。ちょっと何から頑張ればいいのか分かりませんが。いいんですよ、焦らずゆっくりと人生を楽しんでください。はい、楽しんでみます。はい、本当にありがとうございました。どこかでお会いしました？いえ、気のせいでしょう。マジシャンは意外といますから。そうですよね。ごめんなさい、変なこと聞いて。それじゃありがとうございました。お元気で。覚えていてくれたんですね。あなたは死んでなんかいませんよ。死んだのはあの時助けに入った私の方なんですから。それにしても不思議だ。どうして彼女は私のことが見えたんだろう。はい、ありがとうございました。ありがとうございましたね、はい、いかがでございましたでしょうか、イリちゃんいかがですか、ね、やってみて。あ、そうですね、
私の脚本いかがでした？私の脚本、はい、いいですね。あのおい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 、何ですか？おい、まあ、このちょっとした戯曲というかね、うん、ちょっとしたこの5分以内っていう感じのお話だから、やっぱりどうしてもこう説明をね しなきゃいけないセリフにはなっちゃうんですけど、うん、でもなんかあれでしょ、なんか、うん、あのわざとらしくないでしょ説明。わざとらしかったですか？いやいや全然全然すごくあの、うん、よかったんですし、あのいや私はすごい不思議なお話が好きなので、うん、なんかこう俺もよ、そう最初はこうだったのに、うん、後半で見え方が変わってくるとか実はこうだったみたいな話好きなんで、うん、ちょっと世にも奇妙な風のね。ねえ好きですね。ちなみにわかる、あのラストこれどういうことか、うん、わかる？死んじゃってて。誰が？私の、そういえばこういう話もしてないけど、うん、私は、うん、結局死んでるような気がするんだよね。私もと思った。おうん、これね、はい、まあいかようにも読む人によって変わるんですけどね。うんうんうん、もしかしたら、うん、どっちも死んでないかもしれないんですよ。あ、その感じ、うん、そうなの？というと、うん、もしかしたらどっちも死んでるかもしれないんですよ。私どっちも死んでる方だと思ったな。皆さんはどう思われましたでしょうか？スタッフさんどうでした？あなたたちはどう思いましたか？どうでしたか、うん、あなたの心には何が残りました？それではまた金曜ロードショーでお会いいたしましょう。なんで金曜なんですね、うんうんうん、はい、というわけでね、うん、一回 CM 行きますか？行きましょうか、ね、うん、それでは CM どうぞ。人事評価どうすりゃいいんだ？人が来ないわ。続かないな。うん、人材を育てないと。ああ、どうしよう。そうだわ。とりあえずベースボールでも見に行く。そんな時はお任せください。人事評価をはじめ会社の仕組み作りをサポートします。お任せください。橋岡社会保険労務士事務所。金坪と言ったら海瀬トレーディング。金坪と言ったら海瀬トレーディング。金田さんちもち、金田さんちもちといえば海瀬トレーディング。美味しくてたまらねえ。おかわりちょうだい。やめらんないな。みんなの目線の先には金田さんちもち、この子の目線の先にも金田さんちもち、この子もやっぱり金田さんちもち。海瀬トレーディング。つもまるファクトリー。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、あの先ほどのですね、はい、あのラジオドラマなんですけどもね、皆さんね、あのいかがでしたか？これね、いかに私が大変だったか、実際ねAI が書いたやつどんなんだったかお見せしますよ。それを私がねどんだけ改造したか、ちょっとご覧ください。こちらね、出せます、はい、これです。ちょっと大きくできますか？これゆりえちゃん、せっかくだからじゃあ読んでみる？じゃあ2人で、あ、やってみますか、ね、ちょっと行きますよ皆さん。お耳だけね、あ、見ながらでもいいですけど。これ初めて見るよ私。 そうよ、はいはい、これがあの AI に注文したら出てきました。へえ、幽霊の守り人です。はい、はい、それでは、もうちょっと下に行けますか？あのシーンどれからだろう。もうちょっと下かな。下じゃねえ、上だ。これ難しいよね。上こっから、こっから、こっから、はい、もう名前が愛子らしいんですよ、はいはい、あなた。もうそうなんですね。あなたは愛子なんだけど俺だけ男性なんですよね。どういうことですかね。ちょっと見え、もうちょっと、ちょっと大きくしてほしいな、これ、ね、できる？視力が。そうなの、俺もね。あ、こ、あ、このぐらいだったらいいかな。このぐらいならいけるかも。これいいね。はい、はい、ではタイトル、はい、幽霊の守り人。私は死んでしまったのよ。幽霊だからここにいるの。
もう言っちゃってるもんね。ひどい。君が町の守り人だというのは珍しいね。どういうことだよこれ。あなたはどうして私が幽霊だとわかるの？それは私の特殊な能力から来るものさ。でも君はまだ生きている。ただ過去の出来事が君の心を囚われさせているんだ。不気味な音楽。あなたは一体誰なの？どうして私のことを知っているの？私はこの町を守る者、幽霊たちの声を聞くことができるものだ。そして君が過去に公園で襲われた時、私は助けに入り、その命を落としたのさ。ミステリアスなメロディー。あの日、私は暴漢に襲われ、意識を失ってしまった。そして目を覚ます時には自分が死んだ人間だと思い込んでいたのよ。それは辛い経験だったでしょう。でも君はまだ生きていて、この世界で存在している。もうここに行っちゃうのこれ。間はどこだ。あ、終わり終わり。もうちょっと大きくできる。まだあるね。あ、感動しながらってとこからかな。あ、私はまだ生きているの？そうだよ、アイコ。君は幽霊ではなく、生きている人間なんだ。私は、君が守りたかった人々の声の代弁者だ。君の命を救うために、自分の命を捧げたんだ。あなたは？はい。私はあの日の事件の目撃者であり、君の救いを願って命を落とした守り人なんだ。あなたが私を守るために、本当にありがとう。どういたしまして。どういたしましてってどういうことだよこれ。急に軽い。なんだどういたしましてってお前。急に軽い。君が新たな一歩を踏み出し、未来へ進むことができるなら、それが私の願いだ。この出会いをきっかけに、アイコは過去のトラウマを克服し、自分自身を取り戻していく。彼女は生きる勇気を取り戻し、幽霊ではなく生きる人間としての道を歩き始めるのだった。どうよ。なるほどね。どうよ。なるほど。これだぞ元。ふむふむ。だいぶしんどいだろ。しんどいね。でもさ、全然すごくない俺。確かに。でもさ、今までの AIをさ、すごい初期からやってきた身としてはさ、ちょっと進歩してない？びっくりした。なんか梨の扇風機の葉っぱがくるくる回って、これ面白いねって言ってるのとは全然違うよね。そうね。まあ、ちょっとしんどいですね。出だしからもう終わっちゃってる感じがあるもんね。だからあとはもう会話のあれだよね。センスというかさ、ナチュラルさというかさ。まあまあそうだね。なるほど。これが元と。これが元ですよ。もうそういうことでしたか。元というかね、いや面白いですね。いやだとしたらとてもね、よく頑張りましたね。本当に、本当にありがとうございます。素晴らしいですわ。はい、そして最後お便りをいただいておりました。はい、ありがとうございます。はい、にょちにょちよさんからいただいております。あ、にょちさん、ありがとうございます。甲賀さんが死なない限り、AI 独占の時代にはならないなと、安心できる面白いラジオドラマだと思いました。おい、ちょっと待ってくれよ。ありがとうございます。にょちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてのりさんからいただきました。はい、5月26日日野市での電車を止めるな、上映会&お仕事体験、物販もあるよ。甲賀忍もやってきますよ。物販を仕入れすぎたと嘆いていたので、売れ残ったら甲賀忍がすべて買って帰りますと伝えておきました。矢野里さん、ありがとう。ナイス。これね、本当は後で、ね、言おうと思ってたんで、いいつなぎをありがとう。ありがとうございます。そうなんですよね。すごいね、のりさんね。ね、5月の26日ね、日野空飛ぶ子供会プレゼンツ、ドリームオンレールと題しましてですね、子供の未来も地域鉄道の未来も応援というですね、イベント企画を片岡さんがですね、開催してくださいます。皆さんね、ぜひお越しくださいませ。ツリーホールさんですかね。そうでございますね。これね、あのお子さんたちがね、にあのいろんな体験をさせるということで、あの社会勉強のためにですね、物販
子供たちがね、売ってくれるんですって。わー、すごいよね。だからこういうなんかこうことをね、素敵なね、イベントとか勉強しながらね、どんな社長になっていくのか楽しみですね、子供たちがね。はい、まだまだそれでですね、まだもうちょっと下の方に行けます。これね、イベントのね、協賛とかスポンサーもなんか募集してるみたいなので、うん、もしも、こちらご興味がある方はこちらですね、ちょっと覗いてみてください。ぜひよろしくお願いいたします。だいぶね、人数集まってきてるみたいです。あ、嬉しい、うん、ただまだ、うん、もうちょっとまだ席がありますんで、どうせだったらね、もう満員御礼にしたいので、はい、皆様ぜひこちらお越しくださいませ、はい、私も遊びに行きますんでね、うん、ゆりちゃんもしもね時間があるんだしたら、ぜひ来てください。はいはい、ということで、もうお時間ですね。そうですね、あっという間でしたね。はい、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました、はい、それではまた来週ね、はい、お楽しみに。はい、それでは本日も私末永ゆりえと甲賀忍でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。また来週、良い週末を。